プラハの聖アダルベルトは、プラハ司教。バルト海沿岸のフルプルーセン人に布教している、最中、殉教した。チェコ語での読みは、ボイティエフ、ポーランド語の読みはボイチェフ。後に、カトリック教会で聖人とされ、ボヘミア、ポーランド、ハンガリー、プロイセンの守護聖人とされた。アダルベルトは、リビツェなど千鳥の王で、スラブニク皇の子として生まれた。 彼はおよそ10年間、マクデブルクにおいて、大司教アダルベルトの下で学んだ。死の死後、彼は、死の名前をもらって、アダルベルトと改名した。980年に、帰国。982年に30歳で、プラハ司教となった。裕福な貴族の子であった。彼は、製品の生活を守り、キリスト教家の官僚しないボヘミアで宣教を続けた。 989年、司教職を辞して、ローマへ向かい、ベネディクト会派修道院で院者となった。993年、ローマ教皇ヨハネス十五世によって彼は、ボヘミアへ送られ、再び司教となった。この時、プラハ近郊に、ブジェブノフ修道院を建てた。ところが、ボヘミア不教の過程で、アダルベルトは、チェコ人の諸公との政治的な争いに巻き込まれた。 事態は、殺人事件が起こるほどの険悪な状態となり、アダルベルトは、教皇による、ボヘミア不協継続の要請を振り切って、プラハを脱出せざるを得なかった。アダルベルトは、ハンガリーへ赴もき、エステルゴムで、マジャル人族長ゲーザとその息子イシュトバーンに洗礼を、施した。その後彼はポーランドへ向かい、父ミエシュコ一世以の時代に、キリスト教の洗礼を受けて、 以来積極的に異教徒への布教活動を行っていたポーランド公ボレスワフに艦隊されたフルプルーセン人に殺害されるアダルベルト。グニエズの大聖堂の聖堂聖扉より977年にすでにアダルベルトはポーランド北東部のプロシアに住むプルーセン人への戦況を思い描いていたらしい。彼はハンガリーのキリスト教家の後教皇によって プロシアへ派遣された。ポーランド公ボレスワフは彼に配下の兵士を同行させた。アダルベルトと一行はバルト海沿いにプロシアへ入った。戦況の手段として彼らは聖なる多くの木を切った。彼らはザクセンや多くの地における不況で同様のことをすでに言ってきた。なぜなら異教徒は木の中に住む精霊を崇拝しており、 精霊の力を恐れていたのである。これは、どんな超自然の力も、キリスト教徒から守られないことを、異教徒に示すための行動であった。カシの小立ちから立ち去れという、プルーセン人の警告を彼らは聞き入れなかったため、アダルベルトは、その冒徳行為のためプルーセン人に捕らえられて、殺害された。殉教した場所は、バルト海沿岸のトルソ近郊、または、 フィッシュハウゼン近郊とされている。聖アガルベルトの聖遺物とされるもの。プラハ新市街にある聖ボイテク教会。聖アガルベルトの聖遺物とされるもの。ポーランド、ポズナニ近郊のグニエズの大聖堂。プラハにある聖アダルベルトの頭蓋骨アダルベルトが、殉教して、わずか数年後には、劣勢されていた。999年、シルエステル二世により、 劣勢されたとされる。彼の意外を、プルーセン人から買い取ることを、当時のボヘミア公ボレスラフ2世は、アダルベルトの父スラブニク公と激しく対立していた、プシェミスル家出身の公であったため、拒んでいた。そこで、アダルベルトの生前の最大の支援者であった、ポーランド公、ボレスワフ1世が意外と同じ重さの金という途方も、ない高額を、 グルーセン人に支払うことで、キリスト教社会のポーランドへ取り戻した。そのためにアダルベルトの意外すなわち生物は、ポーランド最初の大使教座であるグニエズノのグニエズの大聖堂に収められた。この行為は、ボレスワフ公の地位が、ヨーロッパで上がるのに一役買うことになった。ポーランド王国のボレスワフ一世様の死後間もない、時期の1039年。 当時のボヘミア公ブジェ・ッスラフ一世は、聖アダルベルトの聖遺物を、グニエズノから取り戻し、プラハへ持って来させたとされる。ところが、実際のところは、ポーランド人が、チェコ人の態度を警戒して、遺体を隠すその一部だけを、チェコ人に渡したのだとも言われている。実際のところ千年に、ボレスワフ王が神聖ローマ皇帝夫を三世に、 アダルベルトの腕の骨一本を渡しており、その骨は1928年になって、グニエズノで保管されている、生物の中に加えられた。現在、聖アダルベルトの墓は、ポーランドポズナン近郊のグニエズノ市にあるグニエズノ大聖堂と、チェコプラハの聖ボイテク教会の2カ所にある。これに関しては、アダルベルトをボヘミアから追い出しておきながら、後になって、 その聖遺物を返せと言い出した、チェコ人の態度に呆れ返っていた、ポーランドのカジミエ主一世が、全く別人の遺体を、聖遺物だと称して、チェコ人に渡したと伝えられており、これは、ポーランド年代記の記述と整合し得る。実際に、聖アダルベルトのものとされる、頭蓋骨が、ポーランドのグニエズの大聖堂とチェコのプラハの境界の2箇所に、ある。ありがとうございます。